さあ続きまして上原慎也選手です。一言ご挨拶を。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、北海道の印象というか、このチームの印象をお聞かせください。チームの印象は最終戦の鹿島戦を見て、はい、自分も見てたんですけど、そこでサポーターの方々がみんな熱い応援をしてくれて、自分もこっちのスタジアムに入った瞬間から鳥肌が立って、また来年このチームでやりたいなっていう感じが、とても強くなりました。はい、改めて札幌ドームに来てみていかがですか。札幌ドームは日本でもドーム型のサッカー場っていうのはないと思うんで、はい、とてもいいところでサッカーができるなっていう感じがします。今季何かやっぱり新加入の選手にはいろいろファンサービスなんかもお願いすることが多くなると思いますが、何かやってみたいこととか、こういうことだったらできるよっていうようなありますでしょうか。握手をしていきたいと思います。十分です、十分です。ありがとうございます。どんなプレーを皆さんに見ていただきたいか。自分は攻撃の選手なので、スピードや高さを生かした得点に絡むプレーを見てほしいです。はい、ということで期待しております。上原選手、ありがとうございます。はい、続きまして引地雄也選手です。こんにちは。一言ご挨拶お願いします。新しく入った引地雄也です。応援よろしくお願いします。はい、引地選手は下から上がってきた形になるんですよね。そうです。はい、トップチームいかがでしょうか。ずっと小学校中学校から夢やったんで、今本当嬉しく思います。はい、今ですね、同じユニフォームを着ました、大先輩が、こちらにもいらっしゃいます。新谷さんいらっしゃいますが、ライバルという形になりますが、いかがでしょう。少し前に初めてお会いしたんですけど、ちょっと最初本当怖くて、まあ今喋っていくうちに本当優しい方で、まず人間的に、はい、接していこうかな。はい。と何か後輩にアドバイスをするとすれば、僕は全然見た目より中身はすごい普通なんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。監督がですね、先シーズンまでいろんなチームでやってて、で練習の際になんかミスなんか起こすと罰ゲームを一発芸なんかでやらせるっていう話もよく聞くんですが、一発芸はちなみに持ってらっしゃいますか。あるよねって言いますね。強制的に言われておりましたけど、あるですね。今は出したくないです。秘密兵器をそのうちじゃ、はい、そうですね、バシッと、はい、はい、でもバシッと出すときはバスゲームのときですから、なるべく出さない方がいいかなと思います。はい、一つよろしくお願いします。じゃあ最後に一言ファンの皆さんに、今年1年間コンサドールとしても自分としても本当応援してください。よろしくお願いします。古田さんも下からのという形になりますが、はい、現在おいくつでしたっけ。17歳です。17歳。昭和、昭和じゃないや、平成ですよね。平成3年ですよね。今年20歳に迎えた人が平成生まれですからね。はい、はい、17歳。確か私の記憶が正しければ、皆さん間違ってたら教えてください。藤田選手がチームでは多分一番若い出場記憶を持ってるんですよね。18歳6ヶ月だったそうですが、今17歳と、何月誕生日ですか。5月です。5月。あ、すいません。ってことは11月ぐらいまでに出場すれば、はい、チーム内記録は抜く形になりますが、いかがでしょうか。結果そうなったと思いますけど。いやいやいや、もし結果そうなっても、そういう結果こだわらず、はい、ぜひぜひそうなっていただきたいですよね。記録にはこだわらず、まあ、はい、
自分のプレーをやっていきたいと思います。ちなみに、一発では何かお持ちだったんですか。いや、いや、これから考えていきたいと思います、はいはい、ただ今年はやっぱりだけどユースにも同時登録ということでユースの試合も相当多くなりそうですが、はい、そのトップとのいろいろ関係もあって、ね、出る試合とかもちょっと少なくなるかもしれないですけど、はい、一応、はい、出る形で、はいはい、皆さんにはぜひ覚えておいていただきたいと、はいはい、ということですね、はい、皆さんこれからもこの新加入の選手たち一つよろしくお願いします。選手の皆さんありがとうございました。後ほどキックオフ2009の方でもまたインタビュートークしてまいりたいと思いますので楽しみに待っててください。ということでございました。